ライオンズ先発は今季4試合目登板の今井達也です。楽天戦は非常に相性のいい相手、その中でまず立ち上がり今日1番に入った山崎剛を三振、その後ツーアウトを奪った後3番の浅村を早い球で三振、三振を4回に抑えました。一方イーグル先発は田中将大です。ランナー3塁まで行った後4番の中村を迎えます。インコース構えますが小田が入って中村見事に捉えました。第5号のツーランホームランで2対0と先制点を挙げます。大きなまずは先制パンチになりました。まあ、そうなるかで2対0から2回以降入ってまいりますが、3回の場面です。ワンアウト2塁中とフォアボール2つで金さん、ピンチを背負ったんですね。そうなんですよね。これもね、本当にいいところ決まりましたし、このやっぱ浅間選手のこの空振り三振が大きかったですよね。はい、はい、その後4番島内は初球を打ってサードファールフライ、まあ、ピンチを待ってました今井達也。まあ、そして5回も同様にフォアボール2つでチャンスを相手に与えてしまって3塁ゲーム、今度は鈴木大地をセンターフライ、まあ、ここ犠牲フライになってもおかしくないかなというところだったんですが、浅いフライで2人目が主張しました。そして3番の浅村、浅村をしっかり打ち取りましたね。今日これはね、全球まっすぐなんですよね。はい、ここは少しこうギアを変えましたよね。はい、2対0のままゲーム5回の裏に入ります。まあ、打線の方がただ田中将大を捉えきれません。ファイトラッキーショート分、田中将大投手はどれが良かったでしょうか。やっぱりこう初回にホームラン打たれましたけど、それ以降はやっぱり低めにね、何年にこれボールを集めて、これゴロアウトが非常に多かったですよね。鈴木もショート分、そして外崎修太も、まあ、右横をうまく打ちましたがライトフライ。なかなか中盤以降はランナーを出すことすらできなかったというライオンです。そして6回です。まあ、今井の方はまたフォアボールランナーを出してツーアウトランナー2塁、7番の辰巳を迎えます。早くとカーブで三振。今井は6回目で投げ116球ノーヒット6打三振、ただフォアボール7つで交代になります。で7回は平井投手に任せます。ツーアウト1塁と低いランナーを出しましたが、2番の鈴木大地インコースボールで打ち取ってショートフライ、しっかりゼロで帰ってきます。田中将大は7回のマウンド2アウトランナーなしから小玉がこれいいバッティングしましたね。そうですね、はい、こういうバッティングができるですね。打率も上がってるし、右中間にスリーベースヒットで2アウトランナー3塁、ただ1番の相手は空振り三振。田中将大も初回のあのツーランだけ7回8安打打たれましたが2失点とゲームを作りました。そして8回は宮森がマウンドに上がります。ツーアウトまで行ったんですが、ツーアウト1塁から5番のマキノンへの投球です。マキノンが第3号のツーランホームラン、これで4対0とします。試合を決める一発になりました。マキノンの第3号、これで4対0となって最後青山が締めているというサイドの西武ライオンでした。